さん、伊達さんから聞いたわ。はるかちゃんが交通事故に遭ったって。ああ、今意識不明の重体で、しかもはるかを引いた犯人は、何か犯人につながる情報がないか。キルさん、スマートフォン持ってるわよね。ああ、ちょっと貸してもらっていいかしら。はい、これでいいわ。ん？カムロ町の情報掲示板みたいなものなんだけど、もしかしたらそこに何か情報がある。ありがとうママ。後で試してみる。それじゃ。よ、ちょっと待てや、おっさん。俺に何か用か。ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ、すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ。なんだとこら、てめえ、舐めてんのか。マジかよ、この親父、信じらんねえ。なんだ、騒がしいな。あんたはジャスティスのレインメーカー。ずいぶん喧嘩慣れしたおっさんだな。君らじゃこの人は手に負えませんよ。僕らが守ってあげましょうか。いや、そんな、もう俺らはいいっすから。ほんと、なんでもないっす。そう。それじゃ、俺らはこれで。なんか不思議なおじさんだね。ずいぶん雰囲気あるけど、ヤクザとなると元ヤクザ。何者だお前は。僕はジャスティス。あ、ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはジャスティスは、その名の通り正義を貫く若者たちの。ほう、正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ孔明。すみませんすみません、面白いおっさんがいたもので、すぐ行きます。早くしろよ。彼は岡田和親、金の雨を降らせる男、レインメーカーって呼ばれている。そしてジャスティスのメンバー3000人の頂点に君臨する男。何？驚きましたか？この狭い町に3000人の勢力、彼のカリスマ性に惹かれて、ジャスティスには今日もたくさんの若者が集まってくる。若者の居場所のないこのカムロ町で力を発揮。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちに
またいろいろ出てきたな、この町は。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ちょっといいですか。あなたすごく強そうですね。いや、目を見ればわかる。あなたならこの町を救う。誰だ。これはすいません。私トラフ。この町も随分物騒になりましてね。警察も手に負え。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れ。すでに被害を受けた人も多い。だから私この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの町を救うためにも。そうか、桐生さんですね。では SNS に登録しますんで。これからカムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために。伊達さんか。ああ、俺だ。今用事が済んだら病院へ来い。分かった。それじゃな。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか。かしこまりました。それでは出発いたします。桐生さん。秋山。ん、なんだ、ずいぶんさっぱりしたな。いや、まあ汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんから大筋は聞きました。遥ちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それより桐生さん、遥ちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。桐生さんに一言挨拶したいって。沢村遥さんの関係者の方ですね。
児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。遥の子供を児童養護施設に送るってことか？ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ、俺は沢村遥の親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が。桐生さん、はあ、親代わりでしたら桐生さんのような自称関係者に。だってほら、例えばもしあなた方。何？はあ？いや確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだ。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さんを預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえ。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの。俺も遥も施設で育った。親と呼べる大人のいない子供の苦しみはそれを味わった。だから俺はまだ6。遥も目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方が。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいで失礼。あとは病院の担当者と。桐生さん、どちらへ？俺は遥の子は。え？いや、桐生さん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう、桐生さん。あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません、でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあればこの子は。何言ってんですか桐生さん、そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には遥は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうがもうこの子には何もしてやれなくなる。遥も絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ、少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れていく。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。
もしそうなったら俺はハルカちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな秋山、行かせてくれ。考え直してください。キリュウさん、俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだ、そんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。キリュウさん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまねえ秋山。本当にその子を連れて行くしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんなだから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。もう少し待ってろよ。分かってる、腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな。伊達さん、その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するなお前さんはよ。
わさあ落っことすなよ、そっとな、そっと分かってるって。児童相談所の野尻だったか。うん、いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない、今回の件は何も聞かされてないし病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。児童相談所で働く真っ当な人たちの。また面倒かけちまったみたいだな。いいさ、あのまま遥かの子がうちの鞘にもあんな頃が、今じゃもうすっかり大人になって手が鞘かホストに引っかかって大騒ぎしてたの。あん時が俺の人生最悪の時期だ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺も鞘もダメになってた。俺な、キリュウ、お前にはまだあの時のなら今日は伊達さんのおごりでいいなまさかな。少し言いづらいんだが。ん？はるかのことだ。はるかか。どうしたんだ、あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか医者にもはっきりしねえ。なんだと。一体どうしてこんなことに。なあお前、今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは。何もない。沖縄を出た後、遥かが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか、ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん、これは遥かの携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ遥かは沖縄を出た後広島に。みたいだな。その後どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日赤ん坊と二人して事故に遭った。遥かが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。遥かの父親が広島に。その男なら今まで遥かに何があったのか、なんで今日神室町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さてどうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は遥かの親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて挨拶にも来ねえその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ明日
広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ、広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を警防せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せたバクトであり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が東条会にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのか。それ生きてるとすりゃ100歳に。そんなジジイがどうやって広島のイケイケを待つ。素体四課の噂じゃクルスタ若頭の小清水というのが実質的な。とにかく広島は警察。そうだ、だからお前が足を踏み入れりゃ場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争。今の俺は仇なんだ。どうまあお前なら。だってさ、俺が東京を離こっちは任せてくれ。言えば。しかしな、あの遥があんな可愛い。誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。遥は必ず目を覚ます。だからよ桐生、それまでに必ず春田の父親連れてきてやってくれ。ああ。